はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。未だね、集団幻覚で第26話は水着会だったとかね、最終回から2週間経ってもまだ余韻が残る感じですが、そんな今回はいろいろ物議を醸すかもしれませんが、水星の魔女最強パイロットランキングをやっていこうかなと思います。本作水星の魔女では特にキャラクターそれぞれの色があって、いろいろな要素でランキングできそうだと思いますが、今回は純粋にパイロットとしての強さを勝手にランキングしていこうかなと思います。もちろん登場するモビルスーツによってそこは大きく変わってきますが、そのキャラクター本来のスペックですね。ぜひ皆さんのランキングだったりとか、このキャラはどうなのかのあればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。今回もちろんパイロットだけでもたくさんいるんですけども、厳選して8人登場させていきたいかなと思います。もちろんね、今回省いてしまったキャラクターもいるんで、その辺はご了承ください。では早速本題に入っていこうと思います。まず8位からいこうと思います。第8位、ラウダ・ニールですね。でこちらね、デターク寮出身で、パイロット科3年生ですね。デターク寮の副寮長を務めていたのがラウダ・ニールです。グレード異母兄弟でありながら同学年で実の弟に当たるんですよね。これが後ほどね、最終決戦にはなったんですけれども、そのグエルとの違いってところで、冷静かつ理性的っていうところです。ここもね、ギャップで変わってくるってところがまたいいところですよね。で、ラウダなんですけれども、決闘のランキングの中でも上位にね、実は位置していて、しばらくの間戦いはなかったものの、実はそもそものスペックはかなり高い人物となっていました。本編での直接的な戦闘は少ないんですけれども、第23話でシュバルゼッテの活躍があって、ガンドフォーマットを用いた戦闘であったものをグエルに対して拮抗してきましたよね。パイロットの本質としては非常に高いんじゃないかなと思います。このラウダかシャディクか、ちょっと悩んだところだったんですけれども、やっぱシュバルゼッテの活躍があったので、今回ラウダを登場させております。でどんどん行こうと思います。第7位ですね。第7位、チュワチュリーパンランチですね。地球牢に所属するパイロット科の1年生です。相性はチュチュですね。アーシアンを差別するスペーシアンを嫌っていて、よく喧嘩事を起こしているという設定でしたね。旧世代のデミトレーナーに乗っていて、それをレストアしたチュチュ専用機に登場していたキャラクターとなります。冒頭からね、かなり血の気の多い人物で、結構主体となる初登場回でもいきなりね、鉄拳を見舞いするなど、なかなかのところが描かれていたんですけれども、終盤ね、特にシーズン2においてはスレッタを精神的にもアシストしたりとか、地球領の中でも柱の一人だったんですよね。実戦にも参加していて、どんどんこう成長していく姿が描かれていたんですけれども、冷静にこうやられてなグエルを助けるなどの活躍っていうのが結構見どころだったかなと思います。ノリアがね、学園で暴れた時にデミバーディングのパイロットとはなったんですけれども、その時の活躍は記憶に新しいかなと思います。武装の使い方すごかったですよね。銃を逆に持って殴ってましたから、ああいったところも結構見どころだとは思うんですけれども、注目してもらいたいところっていうのは、クワイエットゼロ戦の時にパーメットの接続を切った後もマニュアルでコントロールしていましたよね。あれがどれぐらい難しいことなのかわからないんですけれども、それでもちゃんとコントロールしていたこともよくわかります。一発のパイロットを、ラウダと比べるとどうなのかってところはあるんですけれども、チューっていうのはこの成長の幅ってところも評価した上で今回第7位とさせていただきました。デミバーディングについてはね、オープニングでも戦ってたけど、もう少し戦闘を見たかったなっていうのが本音なところです。続いて第6位、第6位はノルヤ・デュノクですね。こちら反スペーシアン組織フォルドの夜明けに派遣されたガンダム・ルブリス・ソーのパイロットです。結果的にね、この派遣した元っていうのはオックス・アースってことが分かりましたよね。同じ境遇のソフィーとバディを組んでいました。ガンダム乗りとして最後は退場してしまいましたが、プラントクエータでは回収型エアリアルがね、ガンビットライフルを撃つときに脅威にいち早く気づいているんですよね。あれっていうのは結構感覚的な話だと思うんですけども、これはやばいと思った、その経験とかこの高さっていうところは非常に評価できるポイントなんじゃないかなと思います。その他でもね、やっぱ躊躇なくも戦闘に介入できるっていうのは、他のキャラクターたちよりもかなり一歩進んでるなという感じなので、迷いっていうのはね、もしかしたら自分のね、命を落としてしまう可能性っていうところも考えると、ノリアについてはこういうパイロットスキルっていうのは非常に高いんじゃないかなと思います。ソフィーについても挙げてもよかったかなと思うんですけども、ソフィーっていうのはどっちかというと肉弾で戦っていくタイプなんですが、ノレは冷静に判断しながらもブチ切れるとやばいという、この振り幅ってところを今回評価させていただいて第6位とさせていただきました。では続いて第5位ですね。第5位、オルコットですね。反スペーシアン組織フォルドの夜明けのモビルスーツ隊指揮官であったオルコットです。舞台に信頼されている歴戦の勇士でしたよね。本編ではね、片腕がガンドだということが明かされたんですけれども、第15話でグエルを通してこう父とこの姿が描かれて、自分に関してもいろんな過去があったところが語られていきましたよね。個人的にも一番外伝で見てみたいキャラかなと思うんですけれども、元ドミニコス隊であることからもその実力はおそらく飛び抜けていると思います。
もちろん15話でのプロドロスの、ね、戦闘シーンはそのパイロット能力を発揮して一人の兵士として実力は抜けているような感じを受けたため、今回こちら第5位とさせていただきました。まあ、この辺までの、ね、第6位以下の人たちっていうのは少年少女ということで、どうしてもその辺でね未熟な部分がある中で、オールコットにはそのねドローン戦争とか、もしくはドミニコス隊に入る経緯だったりとか、いろんなところで鍛え上げられてきた軍人の一人なんですよね。だからこそおそらくああいうところの戦闘シーンはすごかったと思うし、パイロットの能力としても非常に高いということが分かりますよね。まあ、個人的にはガンダムに乗ったりしたらやばかったんじゃないかなというのも想像できるんで、まあ、そういう膨らみ方もいいですよね。では第4位、早速いってみたいと思います。第4位なんですけども、エラン5号ですね。ペイル社が学園に派遣したエラン・ケレスの影武者の一人となっていました。本編ではね、オリジナルエラン、まあ、ケレスさんと4号と5号と出てきましたけれども、この5号はパイロット能力が非常に高かったことが受けて取れます。まあ、性格の悪さとかね、気持ち悪さっていうのは目立ったんですけれども、最後はこうノリアと共感して、エピローグではその地球でね、その場所に行ったりとか、もうそういうね、トータルして一番株を上げた人物誰ですかって言われるとエラン5号なんですけれども、まあ、スーパームーブパイロットと言っても過言ではないかなと思います。で、一番やっぱ注目すべきポイントなんですけれども、ファラクトン乗ってランブルリングの時にパーメットスカーを発動しなかった状態で、まあ、ウルトソンの戦いで無事だったところが高ポイントかなと思います。まあ、逃げ回っていたと考えるの、まあ、高機動のね、機体なんで、その辺はね、評価されるところかなと思うんですけれども、それだけではなくて、あれだけ本気を出さない状態でもしっかり戦っていたっていうのはやっぱ高く評価できるんじゃないかなと思います。まあ、その後ね、クワイトゼロの方でも肉弾戦の戦いとかもあったので、あの辺も高く評価できるところからもパイロットとしてもやっぱり突出しているというところがよくわかりますよね。そしてノリアがね学園で暴れた時、まあ、ウルに登場した際ですよね、ガンドノードを一時的に操るなど本気を出したらもっと上位に上げたくなる、そんなキャラクターかなと思います。まあ、決闘のために用意された、まあ、ペールグレードっていうのがあるんですけれども、そのスキルスペックは半端ないなと思いました。ではもうトップ3に入っていこうかなと思います。この辺も非常に選ぶの難しかったんですけれども、まず第3位からいこうと思います。第3位、ケナンジ・アベですね。特殊部隊ドミニクス隊の司令官となっていて、21年前のバナディス事変ではベグルベイのパイロットとして活躍を遂げております。現在ねパイロット職を降りて艦隊指揮の責務を担っていましたよね。ケナンジどうなったのっていう話もしたんですけども、この人物に関してもいろいろね、いろんな選択肢とかいろんな物語があると思うので非常に気になるところかなと思います。プロローグではアンチドートを使用する戦闘スタイルで量産型ルブリスを落としたその力は21年前もかなり健在ですよね。まあ、エースパイロットなんでね。まあ、ノリアがソーンで学園での戦闘の際には太ってても衰えを見せないパイロット能力を発揮しました。まあ、ガンダムに対する、ね、PTSD を発症しながらも検討した姿からも、あの場ではアンチドートが、ね、このルブリスソーンには効かないということを、まあ、パーメットが高ければ高いほど効かないということを分かっていたということもありますが、それでいても素晴らしいスキルの持ち主だと思います。あの戦闘シーンも振り返ってみると、そのケナンジってすごいなってことがたくさん出てくると思うんで、ぜひとも、ね、別のモビルスーツに乗ったのを見てみたいなと思いました。ではトップ2ですね。第2位いこうと思います。第2位はスレッタ・マーキュリーですね。これめちゃくちゃ悩んだんですけれども、本作の主人公であるスレッタ・マーキュリーです。彗星からの編入生でね、パイロット科の2年生となっております。まあ、エアリアルのパイロットだったんですけれども、その存在、その正体が明かされてからエリクトの力が大いにあったことからも、スレッタ自身の能力はそこまでじゃないかなと思われていました。まあ、あくまでこうセットで最強だったっていうのが本編での内容ですね。これだけだとパイロットとしての素質は正直そこまでだと思うんですが、ガンダムキャリバンでの戦闘でその能力を発揮しております。エリクトのリプリチャイルドであることからもデータストーム耐性が高いこともありますが、スコア5のキャリバンをコントロールしております。ガンドノードを一掃し、回収型エアリアルとの戦闘ではとんでもない戦闘を繰り広げ拮抗しました。まあ、常人ではないという点はちょっとアドバンテージにはなるか、まあ、ちょっとそれは卑怯かなと思うんですけれども、それ以上にエアリアルと培った戦闘経験が大きくプラスに働いていることからも今回第2位とさせていただきました。でこの経験があったことでスコア5に上げることによって底上げされている。もしかしたら他の人物がデータストームの耐性があった上でキャリバン乗っていてもここまでの、ね、力っていうのは出なかったという可能性もありますよね。では第1位いこうと思います。第1位もう皆さんご存知の通りなんですけれども、まあ、グエル・ジェタークですね。悩みましたが、まあ、この人でしょうということです。グエルジェタークなんですけれども、御三家ジェターク社の御曹司となっていて、パイロット科の3年生ですね。もう当初のね設定っていうのは荒々しい気象で熱くなりやすいっていう設定だったんですけれども、どんどん物語が進むことに一番変化を遂げた人物かなと思います。ジェターク寮のエースパイロットとしてその上に絶大の自信を持っているという設定でしたね。もともとそれを考えるとパイロットとしての素質は相当高いことが最初から分かっていたんですが、相手がねエアリアル、ファラクト、ミカエリス、回収型エアリアル、シュバルゼッテ、本編においても強豪たちと戦い抜いてきた唯一の人物かなと思います。まあ、戦績としては負けている場面はありますが、相手がガンドアーム、ガンダムでありながらもその弱点をつきながら AI の能力を超えるまさにチート的スペックだと思います。
ファラクト戦ではガンビットに対応する戦術で戦い、ダリルバルデの意思拡張 AI を生かした上で自らの能力を上乗せするという決断に至ったこの柔軟性もすごいなと思います。また一番やっぱすごいなと思うのが、これまでの戦闘においてモビルスーツの性能特徴を抑えた戦闘を行うことからもモビルスーツの能力を底上げする、グエルだからこそ引き出せるこの戦術からモビルスーツのスペックを上げてくれる、まさにスーパーパイロットかなと思います。戦闘場面ではなくて地球でのモビルスーツ性も記憶に新しいとは思うんですけれども、自ら身を張る行為だったりとか、シーシアを救うために動いたこう頭の回転の速さとか、どの場面でも最善かつ有能としか言えない行動をとっているんですよね。もちろんこれは戦闘においても全てそうです。もともとねとんでもないスペックだったグエルなんですけれども、精神面の成長がそこに拍車をかけて、もはやガンドフォーマットを超えるレベルの人間離れした、いや人間ができる最高のパイロットとして最強と言っても過言ではないかなと思います。こんなに最初はね評価されるキャラだと思っていませんでしたが、グエル最強説はやっぱ推したいなと思います。はい、今回こちら水星の魔女パイロット強さランキングをやっていきました。ごめんなさい、シャディクとシャディクガールズ、そしてソフィー出ていないんですけれども、もちろんあのメンバーたちも非常にね普通の一発のパイロットでは強いんですけれども、個人的にこの成長幅だったりとか物語においてのすごい推せるポイントが多いところを今回ピックアップして8人ね選抜してランキング形式で紹介していきました。まあ、ちょっとした差はあるかもしれませんけれども、ぜひ皆さんねここは評価できるとか、いやこういう部分も見てほしいなってところあればね、コメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。